さあやっていきます、速度耐性の実況フェイスリーグを導入して、で一応こうやって動くようになったんだけどどうなんでしょう前回の動画ねちょっと失敗しちゃったんで、ね、今回はちゃんとやる予定よ、やる予定だけど、まあ、結果どうかとかそれとこれとはまた別の話。まあ音はねちょっとね前回失敗しちゃったんでね、撮り直そうかとも思ったけど、まあ、もう一回やってもねと思って、もう一回やるのも良くないかなと思っちゃったりするので、まあ、このままねこのままやると思うんですけど、目がね、目がフェイスリーが開かないね、常にこれぐらい目をかっぴろいてやらないと目が細いのか、俺は普通にゲームしてたら全然目細めてやってる、やっぱり目開いてないあと手は動かない今の段階では、なんか手動くようにできないのかな、まあ、できないんかなーなー、首振りすぎ、面白いねフェイスリーグね。これであとはライブ 2D でちゃんと自分のモデルを作って動かせるようにすれば OK なんで、今の時点ではバーチャル YouTuber とはちょっと言うにしてははばかられるレベルだね。フェイスリーグの顔を乗っけただけだよねこれじゃあね、バーチャル芝居のだこれじゃあバーチャルおばあちゃんレベルになれるのかもしれない。岡山じゃないか、全然動画に入ってなかった。なんならさっきの陸軍のなんかこう京極さんとの話のところがちょっと、あ、京極さんって名前言ったかな、これあの一応ちょっとね画面を左の方にちょっと左の方に画面を映してるんで、こうやって見ながらやるとナチュラルに左の顔を左の方を向くようにしています。だからカメラを見てる、でも画面見てるときはちゃんと目線がこっちに来ないはずね。すごいよね、つまり目線まで追うことができる、左見て右見てみたいなね、今逆だったけどね、右見て左見て、上も見える、上下できてるのか自分で見えない、画面は後で確認するしかない。大神を昔から言うだろう、雨降って地固まるとな、いがみ合っていてもそれが逆に強い絆になることってある。いやー人間とは奥が深いな、せやな、ね、ナチュラルに目閉じてるね普通にやってると。だからそうね、だからこうフェイスリグ用に自分の顔をちょっとこう鍛えないといけない表情筋を鍛えないと実況向きの顔ができない、したら喋りも変になっちゃったりするんじゃないのかなとか思ったりするけどね。あー、これで手が動けば最高なのにな手動かすためにはそういうなんか手動かす用のトラッキングのやつ買わなくちゃいけないでしょ、それはちょっといささかね。どこ見よう、ね、確かね前回すみれくんがこうこつ表情を浮かぶ舞台にいるっつってたんで、舞台のところこれそうね、画面がねちょっと、まあ、16対9にしてるから、この上の部分が黒くて、ね、上の部分が黒くてちょっとそれが気にかかるんだけど、まあね、なんかこれここを芝生にしようかなと、あれかなじゃん、芝生の画像も用意したんだけど、だってね、なんかいまいちじゃないこれ自分でやっといてなんだけど、なんかいまいちじゃない、なんか合わないよね、まあ、そもそもこのなんだろう、柴犬のキャラクターがゲームの画面とマッチしてないんだよね、ちょっとリアル感強すぎてね、 3D 感が強すぎて合ってないなと。だからこういう 2D のゲームやっていくのに関しては、まあ色数の少ないね、色数の少ない 2D のゲームやるときに関してはそうね、なんかやっぱ 2D のキャラクターがいいのかなって思ったりしますね。テンテラリ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 ン、ちょっと顔を追従してない、目が閉じとんじゃ、マウスのトラッキングが外れると、こう正面顔がこう
固まっちゃうの。ずれると、こっちみんな状態だ。あと、このキャラ、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。動かすこともできるんです。ちゃんとね。こういうふうに。別にこっちの方がことできる。ここになんなら、なんならそうね。ちょっと待ってよ。画面をね、作るために画面作り、ほら大神さんの代わりに柴犬が喋る。大神さんって言ったな。大神隊長さん、こっちみんな状態。最初の位置ちょっとずれてるかもしれない。まあね、行こう。とりあえず滑り台に行きます。十分喋っちゃった。ここまで開始6分、長い、長すぎる。お、あれ、すみやくんだ。この時間にどこに行くの。いや、言ってたじゃんね、昼ぐらいの時に舞台の方で練習してるってね、言ってたじゃないよね。ついていけ。でー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 、ねえ、もうずっと目が閉じてんの。目開けたいよ。いや、バーチャル YouTuber の人たちがさ、普通に目開いてんじゃん。あれってさ、やっぱりこう、目をかっぴろ、おっぴろげてこうやってたから、だいぶ今目ガッと開いてるよ。ガッと。ガッと開いてる。笑うと目閉じるよね。虫どこどこどこなんていうのはちょっと、ちょっと追求しすぎ。スミレやっぱ可愛いな。この表情がいい。細いのもいい。結局スミレの全部がいいだけなんだよ。全部がいいだけ。今までの実況の中で屈指のあれだな。この犬がいることによってウキウキになってる。勝利、私に気を配っていただいてありがとうございます。もしよろしければ踊りのお稽古手伝ってもらえませんか。目が閉じとんじゃ。スポットライトに合わせて、踊りに合わせスポットライトですね。ミニゲームですね。覚えが少しあるようなないような。行こう。でってお願いいたしますわ。めっちゃドリキャスコントローラーのカチカチ音がすると思うけど、そこは勘弁してください。どれぐらい、何ポイントぐらいいったらいいかな。よろしく。めっちゃいい感じですわ。真剣そのものだから目が閉じちゃう。こっちでしょ。それ決めますわ。追えない、その動きは追えない。よろしくって、okay. いかな、いと。ここ決めますわ。いと。こうなってからじゃないの。よろしくって。ライトアップチャンス。全然ライトアップチャンス。どんどん入れろ。どんどん入れろ。よろしくてよ。こっちでしょ。こっちか。違う。それ。こっちかい。おてんばすぎる。決めますわ。どうでしょう。4455点。上出来ですわ。上出来。首動か。あ、こっちみんな状態。トラッキング外れた。あれ？あ、大丈夫だよ。近寄りすぎるとちょっとね、ダメみたいだね。これぐらいの位置で。となると、もう少し画面を大きくしたらいいかな。おお、めっちゃ上がった。お見事です。ファッションをきらめく光に包まれて、気持ちよく踊りました。勝利には、私、専属の照明係になっていただきました。あれ、なんか、いろんなアクションも追加できるんだよね。なんかこう、ガビーンみたいなのとか、
悲しんでる表情みたいな、多分できると思うんだけどね。まあ、今の時点でちょっと、まだまだ使いこなせない。まあ、結局自分で全部設定することによって、まあ、いろいろね、学習すれば上達していくはず。それぐらいね、誰でもこの、フェイスリング入れるだけで、一応犬だけだって、OBS とフェイスリングだけでここまで簡単にできるんで、誰でもみんなここまでは簡単だと思う。ここからもう一つ、Live 2D を使うっていうところで入れないと、もうまあ、素人に毛が生えてるものだなっていうことですよね。でもまあ、ここまで簡単にできるんでね、みんなぜひやってみてほしい。すぐ犬配信者になる。体が勝手に、更衣室の方に、温泉の方に。何も喋れなくても顔で語っていく。体上がってに風呂の中行っちゃうよね。それはね、いかん、体上がってに風呂の中。こっち見ないになった。ああ、だめだ、隠すものが何もない。マウスカーソルが映せない。あ、そうか、こういう時は。こういう時はアザラシで隠せばいいんだ。これはひどすぎるな。隠しすぎってなっちゃう。まあ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 。スミレ君、湯煙によく見えないらしいぞ。いやー、やばいなー。でも逃げた方がいい。しまった。カランコンコン。中学生ぐらいだったらもうこれ全然。いや、危な、早かった。中学生ぐらいだったらもう全然これもうあれだよね、全然使えるみたいな感じ、全然使えるおかずですみたいな感じ。別に中学生でなくても使えるか、高校生でも、なんなら今でも別に全然何言ってんだか。何言ってんだかだよ、まったく。後ろ姿はね、そういうフェチの方にはいいのかもしれないね。逃げちゃった。誰か他に会う人いないかな。チカとかの大体見て回ったよね。大体ここまでぐーっと歩いてきて、一応チカ行ってみるか。チカ格納庫、なんかコーラあたりがいそうじゃない。大げさに表情作っていかないと。あ、コーラいった。何の好感度上がるイベントとかでもなかった。じゃあちょっと織姫にちょっかいくれてくるか。この倉庫とかってなんか怒ったりするんだよね。軍鍛錬室とかさ、気にはなるけど。あ、まだこっちみんな状態、トラッキング外れた。楽しいなあ。とこれもうちょっと、もうひとひねりしたら VTuber になれるんだよな。もうちょっとライブ DD もうちょっと頑張った。まあなれないけどさ、キネマトロン全然部屋に使ってない。家で部屋で実質的やったらできるね。織姫くん、動画見だけど織姫くん話があるんだ。別に言いくるめられちゃない。まあナチュラルに目が閉じちゃうのどうにかなんないのかな、これ。なぜかトラッキングが外れた。このドアを開けて織姫くんと話をしなければ。マストではないけどね。まあなるべくなら、なるべくなら。ここ、うわ、やばい、時間が。織姫くん、ここ開けてくれ。いいです。ゴゴ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 ゴ。嫌と言ったら嫌です。まだ行く、しつこいぐらい行く。お話を聞かせてくれ、聞いてくれ。話してくれないか。いや、関係ある。大ありだ。花組の隊長として、仲間として、織姫君は関係ないとも言えないんだ。頼む、市長じゃない、頼むじゃない、頼む、織姫君、ドア開けてくれ。あ、また
トラッキング外れてる、興奮しすぎて。あ、今の、今トラッキング外れてるっていうの時間が。よし、まあまあまあ、諦めが悪いのさ。俺は諦めの悪い男だ。え、朝まで開けてくれるまで帰れませんぞ。開けてくれ。おお、どうだ、どうだった。おお、ギリのギリね。ふえへへへ。おお、すっげえイタリアの部屋。まずはカリーノ、カリーノママのこと聞かせてくれ。このなんかこの服、この顔いいですね。オリヒエもなんかいいよね。ね、真面目にいいよね。変な髪型と変な服ときつめの性格ときつめの顔と、その辺をなんかこうのマイナス要素を全て含んでもなおまだ隠せない魅力みたいなのがあるね。あるか、あります。今オリフェ君は気まぐれって言ってたけど、尾形さんはカリーちゃんのことを本当に愛してる。本当か、本当かどうかっていうのはどこでわかるの、それは一体。まあね、あいつがママを愛してるなんて嘘に決まったな。そうですよ、ただただやれたからやったみたいなところ、やれそうだからやったみたいな、そういうチャラそうな感じが。若い頃はやんちゃしましたけど、今に来る前にママに頼んで写真をもらったんです。あいつに会ったら謝らせてやろうと思ってました。謝オリフェ君、尾形さんとは仲直りできないのか。あいつは私とママを捨てた男だ。え、せっかくここまで頑張ったのに。シューン、またトラッキング外れて、こっちみんな状態。でねねでねね、ちょっと引き目にやった方がいいんだな。ちょっとついつい画面を近めに見てしまう。相馬灯のように今日の出来事が思い浮かばれてされて浮かんでいる。連れて行くのか、全然取り付く島もない感じだったけどね。いいのそれで。で、で、お、うん、少尉さん痛いです、暴力反対です。もうだったかな。しかも掴み方がかなり無理やりで、手の跡がつきそうな勢いで。いい加減にしてください。あの男知ります。お悩みはちょっとなんだろう、ちょっともうちょっと組んだ方がいいな。最低な男はいるって言うけどさ、まあ、まだ分からんけどさ、全ての父親がいい父親とは言わない。いやあ大神さん、織姫、右がうるせえ。織姫。なんだよ。気安く名前を呼ばないで。あなたにその資格はないはずです。確かに。ああ。活躍もしてないよ。覚え方もカリーノそっくりだな。キモ。織姫は。キモ。ふざけないで。これでこの尾形にさ、日本でなんか
奥さん、あなたは奥さん、ママと私を捨てて17年間も放っておいた人で、それが今さら父親ですって、虫が良すぎるわ。確かに私には父親を名乗る資格はない。だけどこれだけは信じてほしい。私はお前を、そしてお前の母カリーナ。そんなの嘘。嘘だ。言葉だけならいくらでも言えるわ。私はあなたの言うことなんて絶対に信じない。織姫、もう何も言わないで。何も聞きたくなんかない。私の前から消えて。なんだなんだって言ってくる。目が、あ、アニメだ、すげえ。なんだ、キャッキーマズ、キャッキーマズ。織姫、絵があった、今見た、左、あ、カリーの絵が。これは面白い。お前はカシャ。カシャ。お嬢さん、あなたの望み通りその男を消してあげましょう。ただその時はあなたも一緒に消えるんですがね。目を開けたり閉じたりしてね。全然目が開かないから。しっかりして。なぜ、なぜ私をかばったりしたの。普通かばうよね。なんか年半もいかない女の子がさ、近くにいたらさ、娘を守る、守るよね。父親として、父親だろうがどうだろう、それが男ってもんよ。当然、それにお前に怪我でもされたカリーノに。皆さん17年前はどう思う。17年前、今から自分のさ人生の思い浮かぶと17年前だぞ。覚えてる、17年前のことだって。俺何歳だ。多分ありがとう織姫。私は17年前とかパパと、そう、そういう行為を誰かとしたとしてさ、いや、まあ覚えてるか。もしもしてたとして、してたとして、なんかそのなんか恋人の顔みたいなのは、あーでもギリギリかな。なんか高校時代とかそういう勢いだろ。もっと前か、中学かぐらいとかのさ、誰か顔を思い浮かべれるか。おやおや、結構もう多分そんなところにまだゴミが。まあ桜大戦はこうやって思い出せるんだけど、桜大戦ぐらいだよね、17年前、まあ、もっと前。一足遅かったようですね。この二人は私がいただきました。もちろんゴミは焼きますよ。ただし、最高の演出を施してね。ゴミを最高の演出ってどういうことなの。ゴミを、翔一さん、私なら大丈夫です。いや、翔一さんは早く花組の皆さんを連れてきてください。いや、織姫君置いてはいけない。私はここに残ります。パパを見捨てるわけにはいきません。
多分ほっといても人質にはならんと思う。君を置いてはいけない。人質じゃならん。織姫君も来い。正直なんなら今はその気持ちだけで十分です。なんならこの尾形さん担いでていいじゃん。ダメ。帝都を守るのもあなたの役目でしょ。はい、お願い行って。急に覚醒してる織姫。分かった。だからすぐに助けに来る。待っていてくれ。ゴミが灰になるまでに戻ってこられますかね。本当だよ。戦った方がいい気がするな。お前の最後だ。覚悟しておけ。お、もう戻っていた。早い。ホーム。懐かしいな。何もかも。そう、なんかね、ビッグカメラでね、この後部のね、ビッグカメラかな、プラモデルを売っててね、作りたいなーって思ったんだけど、ちょっと買うのためらっちゃって買えなかったので、ね、買いに行こうかな。ちょっとね、コロナで家にいるんでね、いい。頑張って、後部のプラモデル作ろうかな。これはショーゲーマーだな。これ、かっこいいよな。江戸の町か、江戸じゃないかもしれない。東京とかのさ、帝都からこう地下からこうやって、いいよなこういうの。まあ、なんかサンダーバードとかもそうだけどさ、地下からこう実は隠れてた。まあそのマジンガー Z とかもそうだよね。こういう演出好きですから。現実それが何十年も経ってこういうことができてないから、そのメリットはないから。よし、じゃあ今日ここまで。フェイスリーグを使ってお犬さんで実況してみました。まあ、そろそろね、なんとか時間かけてちゃんとバーチャル YouTuber 化しようと思ってます。まあ、今日はこんなところで。ほなまた。